はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで、ランカーがゼロから放置少女やり直してみた企画、はい、現在アップと、ありがたい。はい、今ハロウィンイベント中ですが、はい、こんな感じでハロウィン限定の特別調教イベントというのが始まっていて、はい、こんな感じでね、まあ、基本的な戦略としては、まあ、このランゼロ企画のサーバーみたいなあんまり育っていないアカウントに関しては格上のプレイヤーの方に助けてもらって突破していく戦略が、まあ、どんな戦術よりも有効なのかなっていうことで、リンリンさん本当にありがとうございます。あ、負けた。はい、勝ったり負けたりしながら何回もね挑んでいって、敵の尊敬に尊敬ぶつけるスタイルいいですね。いや、マジで助かる。で、この調教イベントに関しては、まあ、ちょっと前に話したように、このスペシャル効果の人狼クッキーのところのタブにある、まあ、虹の思想だったり、はい、魔女の飛躍、違う、なんだっけ虹の麻薬、だいぶよからぬこと言っちゃいましたね。だったり、まあ、参加権があったりと、はい、ここら辺と交換できるんですが、まず、麻薬に関しては、ここから最大8つゲットすることができるんですが、まあ、この麻薬の使いどころである、はい、この奇妙な夜イベントに関しては、画像を開けていくのに麻薬を使うんですが、はい、1枚目画像を開けるともらえるのが、ホーム画面の背景。で、2個目解放すると、ここの魔女の飴玉ボックスという、まあ、神髄弾や隠せ弾がゲットできるアイテムボーナス。で、この3個目開けるところまで持っていくためには、27個麻薬が必要なんですが、無課金の場合だと、この毎日のデイリー報酬の130のところから7日間で7つ、はい、あと月相観察から毎日1つずつもらえて、ここからも7つ、はい、で最後に人狼クッキー、はい、ここから、まあ、最大で8つもらえて、はい、合計で22個ゲットできるんですが、まあ、それだと3枚目の画像にたどり着くことができないので、まあ、無課金の人は画像2枚完成までというふうに考えると、ここ以外のところから14個麻薬がゲットできるので、はい、ここから残り4個ゲットしておけば2枚目の画像までは完成できるということで、はい、そういう意味だとここに必要なクッキーの数は4個分なんで、まあ、人狼クッキー80個あれば、まあ、こと足りるというような形になってます。はい、なんで合計で580個クッキーがあれば、二次思想とこの画像2枚目まで完成できての、はい、これらのアイテムがゲットできるということで、まあ、このアイテム取りに行くか、または、はい、今回のこの麻薬に関しては11月9日メンテ後に使わなかった分は1個60元宝で換金することができるので、まあ、なんなら22個分しっかり全部倉庫に残しておいて、はい、1320元宝に変えてしまうというのも、まあ、無課金の人なんかで元宝に困ってる人は一つの選択肢になりますね。はい、一応私もまだ一個も使わずに取っといてあります。願い返しの結果まではとりあえず見ようかなと。で、また願い返し底引きだったら元宝に変えてもいいかなっていうような、はい、感じで考えてますね。はい、ということで調教誘ってもらって、はい、今回で人狼クッキー500個集まったので、はい、虹の靴下ゲットだぜ。はい、ということで東博に対して2つ目の二次思想を装備させることができました。はい、ハロウィンの思想に関してはだいたい毎回デザインぶっ飛んでるんで、東博者にはちょっと合わないですね。はい、せっかくなんで初心者の方のために調教イベントについて簡単に説明しておくと、まあ、調教イベントというのはお昼の12時45分から1時45分までの間の1時間と、夜の19時45分から20時45分の1時間の1日計2回行われるイベントで、その期間内中にここに書いてある残り挑戦回数分、ここに並んでる調教ボスを倒しに行くイベントになります。まあ、普段はこのおじさんたちを調教しに行くような割と気持ち悪いイベントなんですが、まあ、今回みたいな季節イベントの際には、まあ、こんな感じで既存の副将とバトルすることになり、はい、まあ、特に一番上のパネルの敵に関しては、まあ、サバの成熟度にもよりますが、まあ、そのサバのトップクラスの人でも勝てないような場合があったりして、なかなか強く設定されている場合が多いです。まあ、今回のハロウィンボスに関しては今までに比べたら強くないなっていうような印象なんですが、まあ、それでもやはり戦力値なんかで足りない人は、まあ、同盟なんかにいる強い人に一緒について行ったりして突破していくのがおすすめですね。はい、ある程度実力がある人はこんな感じで、はい、調教の部屋のパスワードを設定してあげて、はい、こんな感じで、まあ、同盟内の味方しかこの調教部屋に入ってこれないような設定にしておいて、まあ、始めたばかりの人なんかを連れて行ってあげるっていうようなことをしてあげれば喜んでもらえます。来ないな。はい、こんな感じで連れて行ってあげることで、はい、こんな感じで協力しながらボスを倒していくような進め方が基本スタンスとなります。で、まあ、今回ハロウィンイベントの特別仕様になってますが、普段はこの上の3体がいない状態で、まあ、こんな感じで、まあ、モブキャラ相手に調教しに行ったり、まあ、たまにはされたりと、はい、ような感じになってるんですが、これ例えば上から2番目のこの金髪のお兄さんのところを、はい、開いてみると、まあ、セクシー調教は強化結晶というね、まあ、100均で売ってるような宝石がゲットできるイベントなんですが、はい、調教イベントに関しては1回目挑んだ後、初回ボス撃破時はボーナスでもらえるアイテムだったり経験値が
多いんですが、2回目以降倒す場合にはもらえる量が減ってしまうので、まあ、大抵の場合よくあるのがもらえる数が18の7っていう風になってますが、はい、その1個下の弱いセクシーボス見てみると、はい、9の3ということで、はい、こっちの初回が9個もらえるということで、はい、こっちの上のボスを2回目以降撃破した場合には強化結晶7個しかゲットできないので、はい、まあ、強化結晶が欲しいのであれば、まあ、ここ1回やった後、はい、2回目はこっちを狙いに行った方が実は多くもらえたりする場合があったりするので、まあ、強化結晶欲しい人はあんまりいないと思いますが、まあ、例えば覚醒なんかでシビアに集めていきたい場合は上にいるキャラクターだけでなくその1個下にいるようなボスに関しても一応チェックしておくことをお勧めします。まああと同盟なんかに入っていなくて強いフレンドなんかがいない場合にはどうすればいいかっていうと、大体まあこういう風に中に入ってみると、はい、戦力としてはもう十分に満たしているような人が部屋を作っていて条件なしで待ってくれている場合なんかもあるので、はい、そういうところを利用してクイック参加で、はい、もうなくなっちゃってましたが、クイック参加で入れてもらってこういう風に連れて行ってもらうっていうのが一つ戦略としてあって、まあ戦力値があまりに低いと弾かれてしまう場合なんかもありますが、はい、例えばここ一番上2000の推奨戦力になってますが、はい、そもそも2000を超えているような人に関しては、まあ誰が来ても突破できるので、こんな感じで受け入れてくれることも多く、はい、まあ自分が弱いからとあまり気負いしすぎずに、まあこういったね、重要なアイテムゲットしに行くために、メンバーに加えてもらえるように、このクイック参戦をしていって、まあこんな感じでみんなでね、突破しに行くことをおすすめ。引っ張り上げてもらうっていうのも、まあ、積極的にやっていっていいと思うので、部屋を作った人は部屋から追い出すっていうようなボタンも持ってるので、まあ、追い出された部屋に関してはあんまり何回も粘着して入らないようにしてまた別の部屋を作ってる人のところに入りに行くっていうような、まあ、そういったマナーなんかは守りつつ協力してくれる格上の人に連れてってもらうような形を作るか、またははい、こんな感じで自分で部屋を作る際に、まあ、例えば今回のこのボスが2000万の戦力値なんですが、はい、こんな感じで、はい、2000万最低戦力値を2000万っていう風に設定して、それ以上の人しか入れませんよっていうような条件を作ってしまって、強い人に先ほどのクイック参戦で入ってきてもらうっていうような待ち方もありですね。はい、これはまあ特に調教の始まった瞬間、まあ12時45分だとか夕方だと7時45分なんかに速攻で部屋を作れば割と強い人が急いで入ってきてくれたりするので、はい、こんな感じで入ってきたところで、まあ、格上の人と一緒にボスを倒しに行くっていうような突破の仕方もあります。ここもね、自分が弱いからって言って、まあ、例えば自分が戦力600万ぐらいなのにこの2000万のボスに挑戦するっていうのが、まあ、気が引けてしまうっていう人もいるかもしれませんが、まあ、強い人なんかにもいろいろいて気にせずに入ってきてくれる人もいたりするので、まあ、こんな感じで心よく助けてくれる人がいるので、はい、しっかり報酬ゲットしに行きましょう。むしろ最低戦力値を突破できるぐらいの高さにしておくっていうのは私的にはマナーだと思っていて、まあ、ここ例えば自分が弱い状態で最低戦力値を設定しないで部屋作ってしまうと同じく弱い人も入ってきてしまうので、何回も調教を失敗してしまうような形になってしまって、一緒に参加してくれた人の時間を無駄にしてしまったりするので、来てくれた人と一緒に確実に突破するためにもある程度強い戦力値にしておくことっていうのは、まあ、むしろ弱い人ほど重要な設定なのかなと、はい、私は思ってます。まあここら辺は考え方は人それぞれかもしれませんが、あくまでこの限定調教イベントを突破することが主目的になりますので、自分の実力が足りない中でどうやって突破していくかっていう風に考えた時に、まあ、一つの選択肢として、まあ、最終手段として覚えておいてもらえれば、まあ、ギリギリ人狼クッキーが足りない時なんかに思い出してもらえればいいかなと、はい、いうような感じで一応紹介しておきます。で、まあ、格上の人なんかにご一緒してもらった時なんかには、はい、この戦闘中にここに吹き出しマークがあるので、はい、こういうところから、はい、こちらからのお礼ができたりするので、コミュニケーションも取ることができるので、はい、その機能も利用してみてもいいかもしれませんね。で、まあ、今回の調教イベントの、まあ、ボスの突破に関しては、はい、戦略としてはこんな感じで、はい、まず宿友が上から2番目まで相当してくるので、はい、そこに応援枠のバッファーを出して、で尊敬なんかの攻撃に関しても、まあ、しっかり耐えて、はい、またここにコキビを出してどんどんバフを持っていくような戦闘スタイル、はい、まあ、基本この戦い方で劉備と主力一体以外をバフで持っていく形で、はい、そこから劉備がコブの重ね掛けをしていって最大級の火力をプレゼントして、そこから殴っていって、まあ、落としに行くというような戦術が基本スタンスになりますかね。はい、あとこんな感じでみんなで行ける場合には、はい、一番上から2番目だけ弱い子にしておいて、そこをダッキなんかにして、まあ、今劉備と主力にバフ行きませんでしたが、はい、こんな感じでバフを重ねていって、で、まあ、孫権の攻撃だとか、まあ、ドコースの攻撃なんかは逸れる可能性があるので、はい、その間にバフを重ねていって、はい、バフを重ね切った上で殴っていくというような、まあ、戦術がいいかなといったところですかね。はい、まあ、今回、まあ、劉備より強いキャラクターが別にいたので他の主力の方にバフが行ってしまいましたが、まあ、それはそれで主力2体に対してバフをたくさん乗せることができたので、まあ、突破の可能性は上がるかなということで、大人数で行く場合にはこう上ダッキ、コキビ、超高めの部分を弱い子にしてしまうと、まあ、ダッキの部分は出れるとして、コキビと超高めの部分が攻撃が来ない場合があるので、下にたくさんいる場合には攻撃が来ない可能性が割と高くなってしまうので、ここはもう開幕からコキビ、
チョコ名置いておくのはありかなといったような感じですかね。まあ、コキビはともかくこのチョコ名の場所に関しては、まあ、直前にドコーソンが行動するので、まあ、このキャラクター HP が低い敵4名に対して範囲攻撃をしていくので、まあ、宿友がここ2体倒して、で孫権が下の弱い子なんかを狙って全員一撃で倒してしまった場合にはこちら側全員 HP フレッシュなキャラクターが残るので、そういった場合にはドコーソンの攻撃がその瞬間場に出ているダッキー、コキビ、チョコ名、リュウビと、はい、いうような感じで狙ってくる形になってしまうので、まあ、チョコ名の行動前にチョコ名が落ちてしまう可能性もあるってことで、まあ、チョコ名に関しては応援出してもいいかもしれませんね。はい、なんで大人数で行く場合には、まあ、こういった弱い子のところにダッキーを出す形を取るか、またはもう一人弱い子をこういう風に入れておいて、まあ、この枠とこの枠に応援で出しに行くっていうような形で、まあ、リュウビと主力に対してバフを持っていく戦略がいいのかなってところですね。まあ、駆けつけてくれたプレイヤーが自分より格下だった場合なんかにはしっかりこの2人にバフの重ね掛けが成功するので、まあ、基本調教大人数で行った方が有利なので、まあ、大人数仕様のこういった布陣が、まあ、無難なのかなといったようなところでしょうか。バッファーなんかをある程度集めてる人にはそういった突破の仕方が有効かなと。はい、もちろん今ここ9から12枠分かりやすいように空にしてますが、実際には、まあ、デバッファーとかバッファーなんかをしっかり入れてできるだけ突破できる可能性を高くすることは忘れないようにしてくださいね。まあ、特に自分が弱い立場で部屋を作る時なんかは、まあ、強い人頼みではあるんですが、まあ、例えばこんな感じの戦役向けの陣営のままで自分だけ手抜くみたいな姿勢はあまりよろしくないと思うので、まあ、力不足でもなるべく全力の陣営を作って部屋を作ってから格上の人なんかを待つような形にしておいた方がいいと思います。はい、上から2番目の調教ボスに関しても、まあ、敵の初手がドコーソンになるので、まあ、前4体に弱い子なんかを並べておいて、そこに応援枠でダッキー、コキビ、チョコメとバッファーを出していくスタイルなんかが作れる人は割と突破しやすいのかなと。はい、で1番下ので3番目のボスに関しても、はい、そちらはボスが4体しかいないので、まあ、普通に大火流術からの連関系なんかで1段目2段目うまいこと足止めしていけば、まあ、突破しやすいのかなっていったような感じですかね。はい、ちなみに今回の特別調教イベントにおける調教のチャレンジの仕方ごとの入手できる人狼クッキー個数をまとめてみましたが、まあ、今回も調教イベントを上段中段下段と、まあ、ボスが3段階あって、上段のボスが初回36の以降18個ずつ人狼クッキーのドロップで、中段が24、12で下段が12、6と、はい、いうような感じで人狼クッキードロップするんですが、はい、それぞれどんな倒し方をした場合に人狼クッキーがいくつもらえるのかっていうのをまとめてみました。はい、ちょっとまあ間違いがあるかもしれないのであまり鵜呑みにせず、間違いがあればコメント欄に訂正していくので、間違い見つけた方はコメントで教えてください。はい、今回一番人狼クッキーが集められるボスの挑み方としては、一番上のボスに対して初回1回と以降3回合計4回挑んでいって、で最後中段の初回だけ1回ボスを倒すっていうやり方をやれば、初回36が1個と以降18が3個で、中段の初回24個が1個ということで、まあ、合計で114個、1セット5回の調教イベントで人狼クッキーをゲットすることができ、でまあ以降いろんな選び方があるんですが、まあ、それぞれの挑戦の仕方ごとに、はい、得られる人狼クッキーの数を元に、はい、こっち右側ですね、はい、残り何セットの挑戦で合計クッキー数どれだけ貯められるのかっていうのを表にしてみたんですが、まあ、例えば一番今回挑戦していく中で人狼クッキーの個数が少ない一番下のボスに対して5回全部挑戦していくやり方だと、1セット調教5回で得られる人狼クッキーの数が36個になるので、はい、ずっとこの集め方をした場合には、はい、今回調教7日間お昼と夕方毎日2回ずつなので、まあ、合計14回挑戦できるわけですが、14回挑戦してやっと504個人狼クッキーが集まるというような形で、はい、今黄色い枠で囲ってあるのがとりあえず虹の思想が人狼クッキー500個で交換できるので、はい、そこまでは一番下だけチャレンジしていても、まあ、今回のメンテ明けから毎日毎回挑戦していればギリギリ届くと。ちなみに緑色の枠が二次思想プラス魔女画像2つ目まで解放したい人のための麻薬4個ですねを狙いに行った場合は合計580個必要なので、まあ、そのラインを超えてるのがこの緑色というような形になっていて、毎日一番下5回だとどんなに頑張っても二次思想のみのゲットということで、まあ、プラス麻薬4個はゲットできないと。はい、今回その他にもこの参加券がゲットできたりするので、はい、これが人狼クッキー20個で10枠あるので人狼クッキー200個使ってゲットすることができるということで、はい、そこまで狙いに行くのであれば合計780個の人狼クッキーが必要ということで、それがこの青枠で書いてあるような状況になってるんですが、まあ、例えば今日10月の28日でこの動画がアップされるのはおそらくその夕方調教前になるので、28日のこれ以降の調教分の参加しかできないんですが、まあなかなかいないと思いますが、もし今日の時点でまだこの人狼クッキー忙しくて1個も集められなかったっていう人に関しては、今日からでもまだこの1から7の取り方であれば二次思想と麻薬4個に関しては間に合って、でこの 1,2,3 の取り方であればプラス参加券10枚もまだギリギリ間に合うと、はい、というような形になってるので、まあ、例えばめちゃくちゃ強い人に1回上段の初回だけ一緒に連れてって
てもらったりしながら残りは自分で消化していったりで、中段ぐらいがクリアできる人が多いサバであればその人たちと一緒に中段をたくさんクリアしていくようなスタイルっていうのもありですね。まあこの中段メインで1回だけ上段挟めば上3段目もまだ狙えるので、まあここら辺まだできたばかりのサバでなければある程度現実的なラインだと思うので、はい、この3段狙いのやり方であれば、はい、今日の夕方からでも参加券10枚までまだ狙いに行くことができるので、調教の挑戦の仕方ごとにもらえる人狼クッキーの合計数ですね。まあもし今例えば人狼クッキーすでに200個ぐらい持ってる人であれば、ここの各表にプラス200してもらって見てもらえれば、はい、この後どんな攻め方でやっていけばポイントが届くのかみたいなね、なんとなくの目安になると思うので、まあもし期限までに届くか不安な人だったり、まあ例えば10月31日はもう1日調教に参加できないって人なんかは、まあここら辺のポイントなんかから逆算してみて、どういう風な組み方をしていけば、まあどういうアイテムの取り方ができるかっていうのを計算しておくと、まあ割と気持ち的に落ち着けるのかなっていうことで、まあ参考程度ですが一応データだけ残しておきました。はい、何回も言いますが計算ミスがあるかもしれませんので、できれば実行の際には再度ご自身で計算して確かめた上でプランを練ってみてください。あとまあここの麻薬に関しては8個全部取って、まあ、全部原本に変えたいっていう人もいると思うので、はい、そうなると、まあ、160個人狼クッキープラスになるので合計660個になるので、はい、今このラインですが660になると、まあ、もし今1個も人狼クッキー持ってなければ、はい、1から4のプラン、はい、このプランじゃないと届かなさそうなので、はい、なかなか慌ただしくなりますね。で、まあ、もちろんこの麻薬よりこっちの参加券の方を優先して集めていきたい人もいると思うので、まあ、その場合には、まあ、こう500使った後、まあ、ここで200使うってことで、まあ、700っていうような組み方でまずは先行して取りに行きたいっていう場合には、はい、それも今日の夕方からだとクッキーを1個も今持ってなければ1から4のプランで頑張っていくと、はい、いうような感じになりますね。これは人によりますが、まあ、取得優先順位としてはまず第1位が二次思想で、第2位が魔女の画像イベントで UR キャラクターまで狙いに行くっていう人はこの麻薬で、それ以外の無課金未課金の人で SSR まだまだ全然溜まってない人は参加券なんかを集めておくと、まあ、この仮想の集いガチャなんかに並ぶ SSR キャラクターですね、まあ、最近この仮想の集いでしか並ばないような SSR キャラクターも出てきてしまっているので、まあ、お手軽な SSR 奥義を狙いに行くためにこの参加券がかなりニーズが高まってきているので、 UR 狙いに行かない人はむしろ参加券集めた方が、はい、いいのかなと私は思いますね。はい、なんなら無課金美課金の人は麻薬より5時間高速戦闘券の方が欲しかったりしますからね。魔女の夜イベントで5日分課金してここを集めて、はい、この3段目の画像まで完成させてこの UR ガチャ狙いに行く人以外は実はそこまで優先順位の高いアイテムではないですね。もちろん狙いに行く人には必須アイテムになります。はい、ということでいかがだったでしょうか。はい、ハロウィンイベント始まって忙しくなってきましたが、まああまり焦らず無茶をせず冷静に自分が今どこまでやれるのか、はい、計算して乗り切っていきましょう。にしてもランゼロサバで羅針盤やりてえ。おっす。